郊塚古墳は栃木県下野市国分寺にある古墳。形状はホタテ貝形古墳。史跡指定はされていない。出土品は国の重要文化財に指定されている。栃木県南部、下野市西部の姿川と思い川に挟まれた第一条に築造された古墳である。第一条では本古墳の他にもマリシテンツカ古塚古墳、ビワ塚古墳、アズマ古墳をはじめとする。 大型古墳の分布が知られる。本古墳では八百八十三点一八九三年に発掘され球場が損なわれているほか、考古学的にはこれまでに数字の発掘調査が実施されている。墳球はホタテ海形で前方部を南方に向ける。墳球は二段築成で、墳球長は推定で約八十メートル、主球は直径六十一メートルを測る。 分丘第1段には幅の広い平坦面が形成され、その平坦面の中央部には円筒埴輪列が巡らされている。また、第2段の首レブ付近において継承埴輪が検出されており、特に埴輪群が当初の位置、向きまで良好に依存する点、2004年に全国で初となる、旗折形埴輪2点の出土の点、および一部の埴輪に、 彩色の残る点で注目される。主体部の埋葬施設は、業界岸性の横穴式石室で前方部全面に開口し、全長4.2メートルを測る。以上より、築造年代は古墳時代後期の6世紀後半頃と推定される。出土品は2017年に国の重要文化財に指定された。なお付近では、後世に下付国分寺が隣接して営まれている。 埋葬施設には、業界岸の霧石による横穴式石室が使用されている。現在までに損壊を受けているが、推定復元される石室の規模は次の通り。ありがとうございます。